それじゃあ行ってみましょうか。さあいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。こちらは世にも不思議な生きている生首の特別公開でございます。この生首は今を去ること650年前、足利三代将軍義満公の御時、出雲の国は大友村に由緒ある家柄として伝わる草薙家に今なお残る生首でございます。この生首は草薙家八代九代当主玄海の一人娘千代野と言われ、当時ひなは稀なる美女で、父親玄海も我が身に変わりたかとしてことのほか愛しておりましたが、下って応永元年8月、ふとした病が元で哀れ18歳の花の露と消え、九海へと旅立ちました。はい、皆さんも一緒に合唱してください。何枚だ、父親玄海の悲しみは肌で見るのも辛かったと物の本にも記されております。この玄海、千代の己のもとへ長く置きたいと考え、その方法を案じましたところ、長い間足利家の天医として使え、漢方の名医であったところから、当時中国は神仙家に伝わる生体保存の霊薬を手に入れ、独特の手法をもって彼女の生ける屍として保存することに成功いたしました。そればかりではございません。この玄海、心霊術の達人であったところから、彼女の死せる生首に言葉を与えたいと考え、彼女の霊を霊界から呼び寄せることに成功いたしました。地雷、この生体保存の霊薬と霊体の術は草薙家代々門外不出の秘密秘伝として650年を経た今日まで伝わっているという代物。今回草薙家特別のご厚意によりまして、皆様方へ公開する運びとなりました。それと申しますのも、千代野の命日にあたる11月15日前後1週間を現世界にさらし、霊界と現世との接触を続ける必要があるからなのです。さあそれではいよいよこの生首が皆様方の目の前で目を開き口を開き言葉を発するという世にも不思議な出来事が今始まろうとしているのです。さあ皆さん、二度三度できる芸当ではございません。また年中やれるというものでもございません。今日が今年最後の公開日、今日見逃せば来年の11月15日、再来年の11月15日、それもいつどこでご覧になれるかわからない貴重貴重な体験です。ほーらほ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 ら、始まります、始まります。ただいまから生首の公開でございます。お題は見てのお帰り、お題は見てのお帰り。さあ早いもん勝ち、早いもん勝ち。さあいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。というわけでね、一応これで工場は終わったわけですよ。ありがとうございます。本当に、ね、本当に心からの拍手を感謝いたします。私が好きなものは拍手、そして握手、キャッシュです、ね。まあそういうわけでさ、皆さん本当最後まで聞いてくださってよかったね。だいたいね、これだけ難しい工場となるとお嬢ちゃん分かった、この深い意味が。なかなかの、これでは理解できない深い意味があるのよ、今のおじさんの工場の中には。さあそれでは皆様方に最後お披露目をいたしましょう。このために皆様方残ったんだから。さあそれではいきますよ、最後の公開となります。ただし言っておくけどね、この生首非常にデリケートで繊細、ね、特にこういう曇り空、空こういう空気に弱いんです。ひょっとすると深い眠りから覚めていないかもしれない。ですから皆さん、ほんの一瞬ですからね、ほんの一瞬、いいですか、瞬き厳禁、よそ見は厳禁、脇見も厳禁、ただし現金取引は大歓迎、ね、そういうことになっております。いきますよ、お見逃しがないように。これが本当最終最後の大公開でございます。
やはり深い眠りから覚めていなかった。眠りの底、眠りの境地に浸っている姿で。でも皆さん、最後まで残ったんだから素顔が見たいでしょ。見たいね、素顔が、ね、だから特別に写真で素顔を見ていただきましょう。こういう感じになっております。こういう感じ、わかりますか。誰これ、わかった。別れは大丈夫。はい、どうも皆さん最後までありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ皆さんのお心出しをね、気持ちだけで結構ですから。